てる方用の吸水ブラです、そうなんです、ここのパッドがもうそのものが吸収してくれる、そうそう、あの普通の追加できます。展示会場に並べられたのはフェムテック、メンテックと呼ばれる製品。フェムテックとはフィーメイルとテクノロジーを掛け合わせた造語で、生理や更年期など女性が抱える健康課題を解決する製品やサービスのこと。メンテックは男性用を指します。展示会を企画したのがお揃いの T シャツを着た女性たちです。音響機器やカーナビなどを製造販売するアルプスアルパインのいわき事業所。打ち合わせをしていたのは、私今入社3年目なんですけれども、技術企画室という、技術の、部門全体をこう横串を刺して活性化させていくような、そういう部署です。入社は31年目になります。役員の秘書を担当させてもらってます。年齢も部署も異なる有志で発足した花プロジェクトのメンバーです。同じく考えてくれるので、私たちの活動の目的としては、女性目線で働きやすい、職場環境をと、整備しましょうっていうことが、目的になっていて、この会社では女性社員が働きやすさの向上を目指し立ち上げたプロジェクトが多く活動していて、人材の育成にもつながるとして副業を認めています。今回こういった副業を実際にやっていただくことで、別な視点でですね、自分の仕事をしっかり見ることができますし、別な視点を持ったことで改善点であるとかアイディアっていうのを浮かぶというところは、我々としても期待しているところであります。プロジェクトを立ち上げた一人、深谷敦子さん。働きやすい職場作りを考えるようになったきっかけは、自身の不妊治療でした。子宮の中に大きな菌種がありまして、そのせいもあって子供ができにくい体だっていうのが初めて分かったっていう状態でした。自然とできるんじゃないかなって思ってたんですね。でもそうじゃなかったっていう、やっぱりこう、なんだろう、自分の体のことをもちろん知ってなかったので、ちゃんと知ってなかったからそういう考えに至ったっていうのもあるんですけど、もう病院に行って本当に後悔しましたね。自分の体のことをもっと知ってほしい、そんな思いからたどり着いたのがフェムテックやメンテックの普及でした。多くの人に製品を知ってもらうため、いわき市と合同で企画した展示会。妊活や不妊治療のための検査キットをはじめ、生理や更年期の悩みを解消するグッズなど、およそ30種類を紹介します。男子の数は生まれた時がピークで、そこからどんどん減っていくんですよ。それはそうなんですけど、卵子の質もどんどん下がっていってしまう。だからその質も含めてチェックできるのがこの卵巣年齢チェックキットです。健康に関する適切なアドバイスができるよう、専門的な知識を習得しているメンバーもいます。自分でセミナーの開催情報は取りに行って、女性の活躍とか健康とかフェムテックに関わるところは積極的に参加するようにはしています。フェムテックなどに行政と企業が連携して取り組むのは
全国的にも珍しいといいます。地方にいると情報もなかなか入ってこなかったり、あと実際にそういったものはインターネットとかではもちろん買えたりするんですけど、それでやっぱりこうデリケートな商品になりますので、直接見れた方がいいかなっていうのもあって、自宅で簡単にスマホでもうできちゃうっていうのが、うちも子供いないんですけど、不妊治療で使ってもらってて、そうなんですね、大変でした。ですよね。不妊治療を10年ほど続けていたというこちらの男性は、私たちがやってた頃の時代とは違って。こういう製品ができてんだなっていうのをすごいよく分かりました。またこちらの女性はインターネットでフェムテック製品を購入したことがありましたが、本当に安全なのかなとか、本当にこのまま使ってて異常ないのかなっていうことは心配でしたね。学校とかでも教えてくれない内容だったりするので、そういうとこだったらこういうとこでちゃんと女の人同士で話できる環境はめちゃくちゃ嬉しかったです。年齢や性別を問わず多くの人と直接交流することで、深谷さんは次のステップに進む手応えをつかんでいました。今日やってみて、やっぱりそのいろんな自分の健康の悩みとかっていうのを抱えてるっていうのがもうそれぞれあることが分かったので、話す場所とかやっぱそういうのを会話できる場所っていうのがやっぱり必要なんじゃないかなっていうのを改めて思いましたので、そういうスペースっていう交流できる場所みたいなところをいずれ できれば作っていきたいなというふうに思っています。はい、皆さんフェムテックやメンテックという言葉知っていましたか？いや、恥ずかしながら私初めて聞きましたけれども、うん、でも VTR を見て、うん、これ男性が理解をしていくためにもどんどん男性も関わっていった方がいいなって思いました。そうですね、うん、実際に展示会でも男性の方もかなり多くいらっしゃって、興味を持っているけどもやはり勇気が出ないということで、うん、展示会でより知識を広くしたりとかですね、相談できる場所がもっとあった方がいいというような声もありました。でですね、民間企業の調査では生理痛などによって欠勤や労働の効率が低下することで年間4900億円余りの損失が出ると試算されています。企業にとっても社員の健康課題に向き合うことで生産性や業績の向上に結びつくとも考えられます。